はい、皆さんこんにちは。今回からですね、私が出した8冊目の本になります。会社にお金を残す数字の抑え方、なぜ社長は決算書が読めないのか、こういうタイトルで12月16日に私の8冊目の本が出版されました。なぜこの本を出版したかっていうお話をします。実は私初めにっていうところで書かせていただいたんですけど、いろんなところで中小企業家同友会、または倫理法人会、またはトップリーダーでいろんなところでセミナーをやります。または銀行さんから頼まれてセミナーもやっています。そういうセミナーに参加した社長さん方とか幹部に数字のことをお話しするとほとんど理解してないんです。要するに自己資本比率は何パーセントでしたかって聞いても分かんないし、どこを見てもいいかわからない。でこれは私は最初ね、本当に中小企業の経営者ってなんて数字のことを勉強してないんだろうというふうに思っていました。ところが気がついたんです。いや、そうじゃないんじゃないかなと。中小企業の社長とか幹部に数字を教えるのは誰かっていうと、会計事務所が教えなくちゃいけないんじゃないかなと。要するに会計のプロなんですから、税理士さんとか会計士は。ところがほとんどの会計士、税理士さん、会計事務所の方々は中小企業の社長とか幹部に数字の読み方とか、数字がどうしたら分かるかっていう観点から数字を作ってこなかったんです。要するにほとんどの会計事務所がみんな決算書を作ると、決算書を作るために月次の試算表を作っていたわけです。だから経営の役に立つような資料を何ら会計事務所が提供してこなかったんですね。要するに月次の試算表っていうのは決算書を作るための道具なんです。財務会計に合わせて作るわけです。でもその結果っていうのは決算の時に中小企業では BS と PL、 まあ大企業ではそれにキャッシュフロー計算書が加わります。でそして決算が終わった後、ある会計事務所さんなんでしょうけど、まあ普通とは言えないんですけど、その決算書の分析をコンピューター会社のソフトに戻ってします。でも分析の意味をほとんど理解していません。そして決算が終わってから3ヶ月も4ヶ月も経ってから説明するわけです。説明する方に数字を分かってもらいたいっていう意識はありません。ただ数字を説明するだけ。聞いてる方ももともと数字が読めないもんですから、ただうなずいてるだけなんです。ほとんど経営には役に立ってません。銀行も分析してくれます。それはもっと後です。決算が終わってから5ヶ月も6ヶ月も経ってから分析してくれます。これも経営に役に立ちません。なんで銀行が年1回かっていうと、数字の分析っていうのは同じ月で比較しないと比較ができないからなんです。だから銀行が手に入るのは決算書ですから、今年の決算書とか去年と今年の決算書と比較しながら分析して、あなたの会社はこうですよと、または銀行はこのように格付けしてますよというようなことを説明するくらいなんです。これもほとんど経営に役に立ちません。経営に役に立つ数字って何だろうかって考えると、それは月次ごとに社長とか会社の幹部に分かるように数字を説明することなんです。でその数字を説明するためには決算のための試算表ではダメなんです。要するに経営に役に立つ月次決算書なんです。我々に言わせると、月次決算書こそが社長とか幹部とか社員が数字に強くなって経営に活かせる最高の資料だというふうに思っているわけです。根本的なものの考え方は、経営に活かすっていうことならば、私たちは簿記の3級を勉強した時に、貸借対照表は財政状態、損益計算書は経営成績を表す、そういうことを勉強しました。じゃあ経営に活かすっていう意味での経営成績って一体どういう経営成績がいいんだろうということについてはほとんど論じられてないわけです。そうするとそれに基づいて考えます。いい経営成績って何だろうと。何でも目的があります。経営にも目的があり、一つ一つの作業には目的があるわけです。やることにも、例えば我々は挨拶を大切にしてますけど、挨拶の目的、いろんなところに必ず目的があるわけです。経営の目的って何だろう、そして PL の目的、PS の目的って何だろうって考えるわけです。そうと PL の目的は何かというと利益なんです。どういう利益がいい経営成績なのかっていうことなんです。そういう質問をすると、前年より売上と利益が上がることですと答えてくれる人もいるし、ほとんどの人が答えてくれません。そうすると前年よりうちの会社の売上と利益が増えたら、それ本当にいい経営成績なんだろうか。例えば同業者は業界が活性化しているものならもっと増えているかもしれません。
同業者と比較するとかえって劣ってるかもしれません。それって本当にいい経営績なんだろうか。例えば今回コロナによって売上が下がりました、利益も下がりました。しかしみんなで努力して売上の減少幅を少なくしたり固定費の削減に取り組み赤字を減らしました。でも赤字だから悪い経営成績なんでしょうか。そうではないと思うんです。要するに利益というものは他人と比較したり前年と比較するものではないんですね。利益の正しい認識は何かっていうと利益計画と比較することなんです。年間の利益計画を作り12月年に目標を分けてそれを今度は当月と累計でチェックするわけです。当月の売上の計画と実績、累計の売上の計画と実績、それとともに粗利の計画と実績、固定費の計画と実績、利益の差額が出てくるわけです。そうするとその差額を読みそれに対して対策を打つ、それが経営なんですよ。だから正しい利益っていうのは何かっていうと社長が中心に立てた利益計画と販売計画が一番その会社にとって正しい利益なんです。それをオーバーしたからもっといいっていうわけじゃなくて、やっぱりそれは読み違いだっていうことを教えてくれます。足りないことも何かの読み違いか努力不足かってことを教えてくれれば、要するに計画と実績の差額が情報となってそれに対策を打つ、それが経営なんです。だから正しい利益の認識ってのは何かっていうと利益計画と販売計画なんです。一番誤差が出るのは売上ですから、その売上の内容を今度は商品別と得意詐欺別と場合によっては担当者別に分けていくわけです。そしてそういう観点からどの商品の誤差だったろう、どの得意詐欺に対する誤差だったろう、誰の担当しているものの誤差だったろう、特に得意詐欺別販売計画によっては誤差の一番大きいのは新規開拓のはずなんです。そうすると新規開拓の計画に対して実績をちゃんと出してるんだろうか、そのまた誤差が出て足りないならばまた手を打ちます。それが正しい経営のやり方なんです。それをほとんど多くの中小企業の方たちは誰からも教わってないんですね。結果ばっかり分析してて、本当に正しい利益の認識っていうのは計画と実績の対比なんです。それを月次ごとに、それとともにまずは PL だけでお話ししますと、損益計算書っていうのはそういう比較によって実績と誤差が分かるわけです。その比較っていうのは一番いいのは利益計画の比較ですけど、もう一つの比較は何かっていうと数字自体を横に比較することなんですね。そのために必要なのがこの月次推移損益計算書っていう道具なんです。数字を当月だけで見ちゃダメなんです。当月の PL だけ見てるから数字がみんな見えないようです。要するにほとんどの会社の経理と会計事務所さんから提供されるのは当月の PL なんです。例えば11月分の資産表が出ると10月までの累計と10月の月次と11月までの累計なんて比較にならないんです。だから数字が頭に入らないんです。数字を頭に入れるためには PL 損益計算書自体を横に比較しながらその推移を見てると横に比較することによって自分が立っている位置が分かる、そして過去の数字まで遡ってチェックができる。だから数字に強くなるんです。数字っていうのは当月だけを見てちゃダメなんです。必ず過去との関係で平均との関係を見るとか、あと月次の中の他の月との比較をして立ってる位置を、一番正しいのは利益計画との関係でチェックをしながら当月の実績を見る、これが正しい PL の読み方なんです。今回はまあここまでにして、この続きは次回にいたします。はい、どうもありがとうございます。経営計画作成実績、業界ナンバーワンの当社が運営するサービスのご案内です。今経営者に必要な能力として計画を作成する力が問われていると、こんな風に言われています。当社が運営する経営計画作成25時間合宿の参加者も急増している状況です。参加していただいた方の満足度は非常に高く、ビジネスモデルが膨らんだり未来を明確に示せるようになったり、常に先を見た経営ができるようになったり、そんなような声をいただいています。経営計画作成25時間合宿に参加するメリットとしては、1つ目、あなたの会社に最適化された計画を作ることができます。2つ目、社員のモチベーションを高めることができます。3つ目、社長の仕事が明確になります。現在、東京、神奈川、名古屋、大阪、福岡の5都市で開催しています。詳細は概要欄にあるリンクをクリックしてご確認ください。